この上がり内川の満願積も状況を消し去りました。そう厳しいね。全然違いますよね、満願積も条件とハネマン積も条件。内川はハネマン積も条件、こうなったら目指したいですね。はい、東条とも離れています。東条も満願積もでは内川に届かないハネマン積もです。ドラドラでもいいんだね。そうか、まず急走ですね。じゃあそして白を白鳥泣けました。どうなる白鳥、形上今いいシャンテンです。できることならばマンズの本一まで行きたいか。下地東条にね。あ、トンも泣けた。うわ泣けた。これ選択ですね。どうしますかね。いや、テンパ取りますよね。あ、取らない。どっちどっち。あ、取らないか。1万2000だもんね。本一にしたら1万2000。このままウーパーピン待ちで上がると2900。打点の差は大きい。本一いった。4倍違うもんね。この順目だからというのもありますか。はいはい。内川もこれイーペーコーとかになるとリーチツもピンフイーペーコードラドラ OK ですよ。そう OK よ。内川の我慢が実るのか。カンウーマンいきますか。カンウーマンリーズもドラさん裏位置ん。あ、カンウーマンってまだ残ってる。あるのか。闇、闇だね。我慢、我慢。まだあのマンズ4万の周り、違うの引いたら9万打てるんで。そうか、さらなる変化、地獄のような手配。一発にかける。あ、背底か。内川背底、背底ありますけど、これリーチツモドラさんか。そうですね、私たち若しか残ってないの知ってますけれども、普通のウーマンを積もった時のことを考えなくてはいけません。内川はリーチツモね、背底ドラさん。そうですね、それでリーチ行くつもりなんじゃないですか。最後のハイにかけるか。どうだ。ただリスクはもちろんある。背底で危ないハイ持ってきてもリーチをかけていたら前に置くしかない。白鳥に捕まる可能性がある。どうだ、ラスト一巡にどうかけていくか。いった、こっちですね。リーチかけました。カンウーマン待ち、覚悟を受け取りました。白鳥キューピン、これは打ち抜いていく。パーピン4枚場に見え、パイピン4枚場に見えてました。いる、どっちもいる、どっちもいる。ハツもいる、赤ウーマンもいる。いやいや、これで完全に手詰まっちゃった。何しかないでしょうね。自敗ならなんですよね、初よりなんですよね。もう苦しすぎる。とた、そして最後に何がいる。うわすごい、やりました。内川、桜ナイツのエース、ここぞという時にしっかり決めてきた。リーチ一発つも赤、入ってドラさん、バイマンだ。最後バイマンですね。4000、8000、内川つま上がり、やりきった、やりきったね。一発背底に赤のお巻きつき、苦しい条件、最後あれだけ悩んでかけたリーチが最後はまさかのバイマンにね。えただ全然寝れますね、この人たちも。トップはもちろんもちろん、はい、条件簡単ですよ。内川は太郎まで3600点差、700、1300でいいですね。もういいです。はい、あれユウさんに何かされますか。いや、うわー、これチャンスだ。8000点でいいんですよ。8000点どこからでもいい。ただ内川は初を仕掛けていきました。とりあえず仕掛けないと話にならないってことですか、うん、これは、ね、はい、これもチュン泣かれますよね。チュン、リャンピン、チュン、どうだ、チュン今切るかどうか。うん、ピンズの本一若干見たのか、一瞬見たけどそれはならないと。はい、チュンは手に留めました、うん、確かにチュン重ねは未来広がりますね。はい、ただチュンはユウの手に統一、うん、なるとユウの手も簡単ではないかもしれない、うん、まあ打点を満たすならトイトイがありますか一応。結構厳しいですけど、うん、ローピンローソーか、はい、ちょっと真ん中の範囲多めですが、ユウさんちゃんとやってるんで、
意外に出てくるかもしれないですね、ここから。確かに、うん、太郎さん出たら出なそうだな、なんかもう、ね、なんかもうこのまま、はい、このまま終わろうっていう風になりそう、うん、あれパーピンも重なりましたよ。いや、トイトイ来ましたか。でこれパーピン連れてるなと思ってたんですよ。ユウ泣けるなと思ってたんですけど、これパーピン出なくなりましたね、うん、はい、2トイツぐらいしか最初なかったですけどね。トイトイ多分見てはなかったんですけど、あんまり、うん、なりましたね。そうか、ハツを泣いてからいろんな可能性が広がりました、はい、内川の手。まあ、2着も歓迎するチーム状況かもしれません。さあ、今泣けましたよ、はい、トイトイに向かって内川イーシャンテン、うん、しかもこの仕掛け入ったらユーさんも行くしかなさそうですね、はい、うん、ライバルが2つ仕掛けました、はい、あのチューンがどうなるかですね、本当に。本当そう、はい、チューンも出ないで、ナンはまだ山に1枚残ってます。慎重に慎重にドリブンズのわずかな可能性をつなぐためにはこのトップは必須なんです。いやでも結構きついですね、これ2人条件満たしてるイーシャンテンになってるんで。あ、これポンですね、じゃない、間違えた、チューンですね。チューンをポンするのはユーですね、はい、まずはパーティン闘争のシャンポン待ちで内側転敗大丈夫ですよ。でユーがサブローピン待ちの転敗です。で2人条件クリアですと。いやすごい2人でかかってきたよこれ。枚数は枚数どうですか。3ピン全く見えてない。3ピン1枚切られただけか。じゃあサブローピン4、サブローピン4枚だ。4枚か、4枚いる、ローピン1枚いる。でパーピンは、パーピンだって山2ですもん ね、 ですね。ローソーがなくなってる。あ、いじゃあい、うん、4対2、若干ユウさんが有利ですね、はい、サブローピン4枚、そして内川さんのシャンポン待ちがパーピン2枚。あ、これローソーだ。そうか、そうか、高松の方じゃったわ。ローソーだ、ローソーだ、ローソーだ、ローソーだ。5200。うわ、すごい、チートイツの5、最後トイトイまでたどり着いた。圧巻の最後逆転劇、内川幸太郎、地獄の宝珠から立ち直った、逆境を乗りこなす。高宮が上がると条件はさらにきつくなりました。内川トップまで羽根積もんなきゃダメになりましたか。はい、高宮は親番、上がったら曲が続きます。松ヶ瀬は逃げ切り体制。さあどうなる。内川第一相撲で3ピン引きました。内川漫画ハネマンクラスは見えますか。うーん、純ちゃんとかですか。完全な後付けはねやりづらいと思うんですよ、やっぱ上がりたいので。E1 引いたら純ちゃん点。いやでも理想形まではちょっともう一工夫欲しいかもしれない。いやでもイーシャンテンですよ。あ、イーシャンテンですね。 1,2,3,3 色まだ見えるイーシャンテンです。おリーチ、リーチだ。ドラ切っても行きましょう。わー、内川の前にまたもや高宮のリーチが立ちはだかる。カンチーマンが3枚いるっておっしゃってましたね、藤崎さん。 ただ1枚減ったのかな。あ、1枚減ったか、うん、1枚減った、1枚減って、そうですね、松ヶ瀬が1枚切ってた。イーソーから打つかつもぎるか。あ、リャンゾー三切れだからイーソーから切りづらいんだね。リャンゾーきついのか、はい、いやもう追い詰められてる、追い詰められてるけどチャンス手なんです。リャンピンきつい。でもこれ親に放銃してもう一曲はいよいよフェニックスにまくられるかもしれない。いよいよこれね、あのイーソーだ、一旦、うん、一旦いそう。リャンソーが1枚いるかもしれないし、はい、実際1枚います。もしね、ロン1万2000って言われて耐えられない、そこで終わってくれるんならいいんですけど、はい、もう一曲ありますからね。うん、まあ、登場は吐く泣きました。これは本一、あ、G1 筋になりましたね。数万が通った。数層は中筋、ドラを切ってのリーチの比較的切りやすいか。いやでもこの表情、一打一打本当に重みがある。リャンゾー一枚いるもんね。一枚いるんですよ。なので内川の逆、大逆転もあるかもしれませんよ。え、松ヶ瀬さん手詰まってないよね。あ、パーピンがあるか。ちょっとチーマ、はい、チーマ持ってるのが松ヶ瀬さんだけなんでね。そうですね、数万が今通ったところ。あー、そっかそっか。あー、もうドラも抜いた。東条さんに打ってもダメってことか。東条に打つと高宮の下に行っちゃうかもしれない。東条の手がそんなに安いとは考えづらいってことですか。そうでしょうね。ピンズの本一で白をポンして、8000振れないですよ。いや5にも振れない。え、そうなるとチーマンとか危なくないですか。チーマンは追い詰められた直撃ありますね。これ数万通ってるのが大きいか。来た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 、すごい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 。これ
さあリーチ行きましょう。高め9ピン2枚、ローピン2枚。9ピンだけでいい、9ピンだけでいい、本当、はい、9ピン2枚いる。すごい、乱走引き、チーマン当初のところに来た。これただ、あ、フリテンテンパイか。スーパーマン待ちはフリテンです。ただリーチが2件になっている。ペイさん連打どうなっちゃうんですかこれ。内川さんからリーチ棒出て満直とかでも、あ、逆転になるんだね。ってことは行きたいんじゃないですか。そうか、直撃条件が残る。そして一応内川の条件なんですけど、高宮からのリーチ棒が出ているので松ヶ瀬を1万2000、もうどこから上がっても9ピンだったら大丈夫です。うん、これでチーム1枚になりましたからね。1枚になった。これ高宮ピンチかも。老朽ピンは高め2枚、休め2枚。激アツすぎる。還元層を引くなんてことがあるんですね。これでありましたね。1枚いたとは言ってましたけれども、休みが吸収されていく。どうなっちゃうの。9ピンだ。振り下ろした9ピン、すごすぎる。4000、8000、4000、8000。リーチツモピンプジュンちゃん3色すごすぎません。連投に応えましたね。見事でしたね。コーラスに強い内川幸太郎。最後はバイマンツも4000、8000は4100、8100、100。乱走引きが全てでしたね。そうでしたね、はい。いや、やりきった内川、連投の期待に応えました。最後は圧巻の3着からトップ、4000、8000のツモ上がり。漫画みたいな上がり出ましたね、藤崎さん。そうです ね